はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。7月の13日水曜日でございまして、4時を回りました。今日はね、今日も小1時間で、ね、昼寝をしたんですよ。いやー気持ちええわ今日はなんか随分すっきりしてますよ。ええわーっていう感じですね。さて、起きますとですね、世の中変わってはいないんですけども、いろいろ動きがございまして、まずもう知らない間に今日の終わってまして、株はですねプラス142円ですね、日経平均。まあまあね、ドル円は 137.13 で137円台が安定してきたという感じですね。今日香港ハンセンがね落ち着きました。あ、まだやってるんか。まだやってるんですけど、プラス32というところでね、落ち着いてるやんという感じです。まあ、今日は一番の動きは原油がですね、 WTI で 95.59 になってるということですね。これこの今もうすぐ本番ですから、もっと下がるんかも分かりませんね、これから。で、今日 0.5% の利上げが発表されました、政策金利ですね。ドルウォン 1305.83 と、まあまあちょっと織り込まれていたんでしょうね。ですんで、ウォン高へ行くのかなと思ったら、そうでもない感じですね。まだ足らへんでという感じですね。次9月らしいですからね、どうなさるんでしょうね。もうあの FOMC 追っかけ26-27で 0.75 来そうでございます。まあそれをこれから織り込んでいくんでしょうね。おそらく 0.75 ちゃうんかなと思うんですけどね。さて、そのウォンの国でございましてですね、あの国は本当にどう言いますか、ドラスティックに動きますね。中央日報でございまして、これは今日13日の15時45分と言いますから、まだ30分経ってない。ユン大統領支持率肯定 32.5%、 不正 63.5%、デッドクロス格差が2倍にって、これもちろん言いましょうか。韓国のユン・ソンニョル大統領の国政支持率、国政遂行支持率が1週間で10ポイント以上下落して 30% 台中盤まで落ちたという世論調査結果が13日公表された。世論調査機関、シークかな、よくわからん、がニューピムの依頼でってことで、わからんわからん。今月9から12日全国18歳以上1045人を対象に調査した結果、ユン大統領国政遂行に対する肯定評価は 32.5% を、否定評価は 63.5% をそれぞれ記録した。前週よりって1週間ごとにやってるの君らって感じです。そんなに頻繁にやらねえと思うんですよね。前週より肯定評価 10.1% ポイント下落して、否定評価は 10.5% ポイント上昇したと。まあ以下書いてありますけど、向こうの国って世論調査好きです。日本も一月に一回ぐらいずつやってるんですかね、各調査機関が。で、その内閣支持率っていうのがございまして、誰か言うてましたね、その内閣支持率とですね、自民党の支持率が合わせて5割をキープしてたらそれでええんやと。ちょっと甘い数字ですね。そんなんいけてるんちゃうのと思うんですけど、向こうの場合は、まあ、党というよりも、ね、人なんですよ。だからユン・ソンニョルさんのまた5月10日にご就任なさってですね、2月しか経ってないんですね。で、肯定が早くもですね、40切って 32.5 で、否定が63、ダブルやんって、ほぼほぼダブルやんってことですね。つまりもう末期症状ですね、政権としては。末期でもこんなんあれですよ、ムン・ジェインさん、あんだけむちゃくちゃやった人でも、最後の最後は 38% とか 39% あったんですよ。ほんまかと思うんですけど、ほんまかと思うんですけど、日本から見るとね、そんなんね、考えられへん。考えられないんですけど、ムン・ジェインさんはなぜか最後まで、40弱をキープしました。ユン・ソンニョルさんも早くもですね、もうすぐ30%切るんちゃうのという感じですね。
ただこの2ヶ月間で彼は別に何もしてませんよ。何にもしてませんよ、私が知ってる限りはね。なんかなさってるんでしょ、当然国内で、外交的にはですね、お問い合わせの場合ね、やっぱり外交というのは大きいんですよ。もうそれどういう視点かというと、世界の中で俺らは偉い国なんやということをですね、演出する外交が必要なんですもうそこにあれなんですよ、一点集中なんですよ。いかにこう大国なんかと、まあ、大国ちゃいますけどね、いかにこう大事に思われてるのかと、大切に扱われてるのかと。国の核なんていう言い方をして、骨格なんていう言い方をします。日本人はあんまり使いませんね。そういう言葉はそもそもあるのかというのを思いますけど、向こうでは頻繁に骨格骨格と言います。で、ユンさんの外交はですね、まず5月の就任12日目ぐらいにですね、バイデンさんが来ました。アメリカのですよ、世界の王たるバイデンさんがやってきて、でユンさんに挨拶をしました。ここは良かったですね、ガーッと来ました。さすがやって、アメリカじゃあ韓国の骨格上がったんやって、アメリカはわざと来よって、日本より先に来よって、俺すごいで俺らはっていうふうにですね、わっと盛り上がったんですね。それは良かったんですけど、共同コミュニケを出しましたが、かなりしょぼい内容でございます。何しに来たんっていうような内容でございますよね。でその後バイデンさんは日本に行きました。でここでいろいろ分かってきたんですけども、要はユンさんはクワッドにオブザーバーで入ってもええよっていうふうに言うたんですけど、お前なんかいらんって言われたんですねお前なんか来んでって言われたんですね。だから東京に行けなかったというのが一つあって、それがバレてしまいました。メディアに報道されてしまったんですね。で日本で、バイデンさんはあれですね、岸さんとまあな和気あいあいとやったわけですね。でいろいろとこうまあこうコミュニケも出しました。でまあそれは別に特に岸さんが優れたことやってたわけではないんですけどね。ただお隣さんから見ると、なんかうちの方が格上というふうに認識できるようなことは何もなかったんですね。ほんでその次にですね、その要は外務大臣を派遣しようとしてるんですけども、なかなかこういろいろ返事が来ないし、いろんな日本に対して粉かけてるんですけども、岸ちゃんはですね、一貫した我々のこう、ね、方針に従ってというふうにしか言うてくれないわけですね。なかなか外交解決の目処が見えないわけですね。でそこへですね、マドリードでですね、 NATO の首脳会談に呼ばれた。ここまでは良かった、ここまで良かった、それだけうちの国の格が上がったんやんと、言ったんですけど、ここで圧倒的にアウトやったのはですね、バイデンさんがですねノールックの握手をしたということですねでユンさんだけニコーって笑ってるのに、バイデンは知らん顔してね、ブルガリアの大統領と喋ってるという写真を撮られてしまったわけでね。これが響きましたね。これが、なんせね、先進国と同じって、国の格が高いんだ、なんでバイデン無視するんやということですね。これが多分相当響いたんちゃうかなという気がしますね。一方国内ではですね、どんどん物価が上がっていきます。物価が上がっていってウォンが下がっていきます。お隣さんの国内底はかとない不安が今広がってるわけですね。もしかしてまた25年前のような悲劇がまた来るんちゃうかという、じわーじわーと不安が広がってるんです。それに対してユンさん何か有効なことをできてるかというと何もないわけですね。だからあかんやあいつということになって、じわ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 下がっていってるわけです。だから別にユンさんが大きな失策をしたわけではない、私から見てると、まあ、何もしていないというだけの話だった。これから何か失策をするならやらかすんでしょうけどね。さて、このままいきますと、もう就任早2ヶ月にしてですね、レームダックやんかという感じになります。そうでなくっても議会は野党が抑えてます。なんで、ユンさんが何か新しい法律を通そうと思ってもそれはなかなかうまくいきません。でユンさんそもそもプロの政治家ではありません。こういう時どうしたらええんやってよう分かってませんね。でますますですね、対日本に対してですね、甘い顔ができなくなってる。もちろん国内向けにですね、変なちょっとでも譲歩したような提案をすると、あいつはやっぱり親日やったんやーって野党勢力に言われるわけですね。それはまずい。
ということで、まあ、ますます手足が縛られてですね、どうなるんでしょうね。まあ、早々と反日やりますかね。まあそれはそれでもいいんですけど、ただ徴用工判決ので差し押さえたですね、日本企業の資産がですね、そろそろ現金化という話があるんですよ。それそうなってしまいますと日本政府は対応措置を取らざるを得ないんで、どうするんでしょうね。まあそれをまあ伸ばすっていうのは多分できると思います。なんせオリジナルの三権分立ですからですね、裁判所は政府の意向に沿った判決を出してくれたりですね、そういうですね、裁判の手続きをですね遅らせてくれたりしてくれるんですよ。ただちょっと危険なことにあんまりそれやりすぎると後で逮捕されます。徴用工判決を出し渋っていたですね、最高裁の長官はムン・ジェイン政権時代に、逮捕されました。今罪に問われています。かわいそう。何も悪いことしませんよ。ただ忖度しただけなんです。まあそういう国でございましてですね、今後どうなるんかっていうのは注目をされますね。ユン・ソクヌさんが追い込まれて反日に行くのか、それともですね、あるいはですね、ムン・ジェイン政権の悪を追及するって言ってそっちの方に行くのか、逮捕者続出、まあそれが一番ありえるような気しますけどね。だってそれが一番得意技ですもん、彼の。そっちの方だったら話が分かるわけですよ。でも外交とか内政とか経済とか分からへんわけですよね。だからまあもしかしたらムン・ジェイン政権の当時 の高官たちをどんどこどんどこですね追求していく方向に行くんちゃうんかなという気はしますね。はい、これ中央日報貼りませんので、ご興味ある方は探してください。ユン大統領支持率高低 32.5%、 不正 63.5%、 デッドクロス格差が2倍にという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。